俺の食卓にもう一品、じゃんじゃん。クックドゥ熟成豆板醤で秒速ダレ。ごま油大さじ1、砂糖小さじ1、酢大さじ1杯に醤油を大さじ2杯入れて、クックドゥ熟成豆板醤をじゃんじゃん混ぜるだけで、秒速うま辛豆板醤ダレ完成。このタレ何にでも合うじゃん。今日の気分はちょっとヘルシーに豆腐じゃん。いや、冷蔵庫にあるトマトと大葉でもいけそうじゃん。てか冷凍庫にある味の素餃子最強じゃん。なにこれ、うまそうじゃん。 Eat well, live well. あー、辛いの食べたい。じゃんじゃん、クックドゥ熟成豆板醤で秒速飯。手羽中に丸鶏ガラスープとクックドゥ熟成豆板醤を入れて、もんでもんで、もう一回開いて、片栗粉も入れて、もんでもんで揉み込んだら、皮目を下にしてラップをかけずにレンジでチン。いやー、なぜなんだろう、体が辛いものを欲してしまうのは、骨付き鶏のしっかりした旨味に絡みつくクックドゥ熟成豆板醤の深いコクと辛みを想像するとたまらん。秒速うま辛手羽中スティック完成。超うま辛。Eat well, live well. It's delicious.